はい、皆さんこんにちは。今回もこの山川の四半本日本史の教科書を使って、解説をしていきます。今回の扱うところは院政と平氏政権、1ということで、院政、ですね、天皇を辞めた人が政治を行っていくという白河上皇とか鳥羽上皇とか、こういった人たちが有名ですよね。はい、と武家政権出てきます。この辺りの話をしますが、最初に、ちょっとね、この教科書の中で、中世の始まりについて話があったので、解説していきます。中世ですが、一応日本史の中では古代、中世、近世、近代という4つの区分があって、近世で言うならば、江戸時代とか中心、近代というのは明治時代以降なんていう感じですよね。で、中世は一体どのあたりなのかっていうところで、昔は源頼朝の鎌倉幕府ぐらいだったんですね。はい、鎌倉幕府といえば、武家政権で、上下関係がはっきりしていて、ご恩と奉公のあれですよね。土地を与えて、土地を、の権利を認めてやるから、何か困ったことがあったら、将軍が困ったことがあったら、いざ鎌倉で、馳せ参じなさいという感じですね。このご恩と奉公の関係だ。で、このご恩と奉公の関係があることが、中世の一つの形だというところから、鎌倉幕府成立が中世の始まりだと言われてたんですね。教科書とかでもそういう形で区分けされていました。しかし最近ではかなり研究が変わってきて、大体この院政の開始ぐらいからは中世と言っていいんじゃないかっていうふうになってきたんですね。で、これはそもそも院政の中で土地がさまざまな形で、所有されていて、それを保障する形で忠誠を誓わせるっていうスタイルだとか、結構そのもうこの時点で忠誠って言っていいんじゃないかなっていうことのようですね。忠誠の定義っていろいろあるみたいなんですが、ここに書いてあったのが、例えば軍事力思った人たちが発言権が強くなることだったり、あと政治権力がいろいろ地方に分散していくだったり、あとは新仏教といわれる、鎌倉仏教ですね、こういった新しい仏教勢力が誕生していくだったりとか、もうこの時期ほとんどそういうのが広まってきてるじゃないかと。だったら、実態に合わせてもうちょっと早く中世と言ってしまってもいいんじゃないのかなっていうことが言われているんだということですね。はい、区分けをするのは人間の感覚ですので、おそらくそういった当時の実態が我々の感覚っていうところの、この変わり目だというふうにね、思うから区分けをするので、別に当時の人が今から中世って言ったわけじゃないんだけども、はい、どうやら我々のイメージするとか一般的にイメージする中世はもうちょっと早くから始まっていたっていうふうに歴史家の人たちは見てるようですね。はい、だから今回やるところっていうのは今までとはガラッとまた変わった形でいろんなものが始まっていくんだという、視点で見るとちょっと面白いかもしれません。はい、で、やっぱり大きかったことは藤原氏の権力がですね、ちょっとなくなっていくというところですね。前説明しましたが、藤原の道長頼通っていうのが絶頂期だというところを強調しています。絶頂期ということは落ちていくというところです。で、落ち方も結構ね激しかったようですね。っていうのもこの1の御三条天皇というのが即位することによって藤原摂関家がかなり打撃を受けたということのようです。この御三条天皇とそれから藤原の頼通ですね、この2人は大体同じ時期に、政権の中枢にいたということなんですが、御三条対頼通、これについては
ここ三条天皇にしてやられたっていう感じを頼通は持ってると思うんですね。そもそも、藤原摂関権の持っている土地がですね、まあ、かなり整理されて、しかもそれを天皇のものになってしまったという感じのようです。はい、これなんでかというと、実は後三条天皇は藤原氏に何の恩義もないという感じですね。これね、摂関家を外戚としない天皇なんです。そもそも藤原氏がなぜ力を得ていたのかっていうところは天皇との距離ですね。天皇のおじいちゃん、母方のおじいちゃんは藤原氏というところから摂政とか関白になって天皇を支えるという形で天皇にも影響力があったと。しかし後三条天皇はどっち側のおじいちゃんも天皇というね、母方のおじいちゃんは三条天皇という天皇なんですよね。しかも三条天皇はあんまり藤原氏にいい思いを抱いてないという天皇であって、これね、後三条天皇は堂々と反藤原的な形でやっていったようですね。はい、で彼は記録荘園研究所、略して記録書、と言いますね。まあ、高校の日本史の授業とかでは、まあ、どっちでもいいよと、書いてもどっちでも正解だよなんてことを言うから、まあ、記録書の方がね、文字数少ないしいいやってね、受験生とかは思うっていう、まあ、よくあるやつですが、まあ、記録荘園研究所という名前、で設置したもので、こう荘園というものがちゃんとした荘園かどうかということを整理するということですね。持ち主はしっかりしているのか、勝手に持っているものじゃないのかということですよね。そして藤原氏の荘園に対して、これは違法、これはおかしいということでガンガンメスを入れていったと。で、摂関家に大打撃を与えたんだということなんですよね。はい、でこれはね、やっぱね、この後の白川上皇の院政にもつなげるべきものだと思います。そもそも白川上皇が天皇を辞めて上皇になり、白川が権力を握りましたっていう説明でやっぱり不足していると思うんですね。そもそも誰かに何かを従わせるって言ったら力がなきゃいけないわけですよね。じゃあその力って一体何なのかっていうと、これはもう一番は財力になりますね。じゃあその財力をどこで手に入れたのかというと、白川のお父さんの後三条天皇がその土地を整理していって自分寄りにしていったということですね。はい、土地をある一定手に入れればそこから米とかが手に入りますよね。でそれを分けることによって人は動いていくわけです。よって、父親の財産をまあ、うまく利用したという形になっていくと思うんですね。でさらに言うと、なぜ辞めた天皇で権力を握れたのかというところですね。まあ、制度的には実は天皇というのは個人の所有物がないという感じですね。天皇がこれは自分の土地ですよって言っちゃいけないんです。なぜなら、全ての、民のために、天皇は存在するんで、これは俺のものとか言ってたらわがままな王だなという感じになってしまうと。だから天皇という立場ではやっぱり自由に動けないんですね。しかし天皇を辞めたとなれば比較的に自由になり、そうすると、辞めたことによって、多くの土地を管理できるようになるということなんですね。なので白川は、それを活用し、天皇を辞めた天皇上皇として、まあ、院の庁というのを開いていくということですね。でこれがまあ一つの政府になるわけです。で、その下中華級貴族や現地兵士を登用していくということです。まあ、ちょっと後に、説明していきますが、これもね、いわば中華級貴族を引っ張ってきて彼らに力を与えるということは普通はできないです。なぜなら上級貴族が反対するからです。現地とか兵士ももう武力集団ですからかなり下に見られてると。でも彼らをうまく使うってことはどういうことかというと、やっぱりこう
財源があるってことですね。でいろんな人を仲間にしていって自分を白川上皇からすると自分をこう脅かしそうな上級貴族を、まあ、やっつけていくという感じだと思いますね。はい、何事もやっぱり人を動かすための財源というのは必要なんだということですね。はい、でそれが当時としてはやっぱり土地を持っているかどうかというところでしょうね。はい、で院政時代の話をします。まず丸1、院前とか院の長下し踏みっていうのが効力を持ちます。これ何かというと院の長下し踏みってさっきの院の長という白川上皇が作った組織ですが、ここから出す命令というのが正式文書です。で院前というのは略式です。ただこれも全て院つまり上皇が関わっているということで、これがね、効果を持っていくということですね。はい、だから太政官というのがありますが、これは左大臣とか右大臣とか、まあ、一般的に言う政府ですよね。まあ、こういったところを経由した命令よりも院が出した命令、上皇が出した命令の方がみんなよく聞くようになったということですね。それから丸に熊野詣でとか高野詣で、こういったものが盛んなります。やっぱりその仏教の力、宗教の力というのを、まあ、彼は借りていくということですね。だから白河上皇も白河法皇となって出家するんですね。面白いですね。そもそも官主、の中の官主というか神道界の、まあ、神々の中の、頂点みたいなところが天皇なわけじゃないですか。しかしその人が出家するっていうことは、なんだろうな、わかんないですけど、全然違う宗教のものになってしまうという感じでしょうか。はい、なんかまあね、イスラム教徒とキリスト教徒はキリスト教徒でかつイスラム教徒になるとか、その逆とかあんまり考えにくいじゃないですか。しかし日本の場合ではそこを混ぜちゃうんですね。だから以前からあった奈良時代ぐらいからあった神仏集合の考え方ですね。神と仏は一体であるという感じで、ここら辺から違和感なく天皇が出家しても構わないという感じになったんでしょうね。はい、だから、そういった形で天皇が、まあ、熊野詣、高野詣という形で仏教の、まあ、聖地に何回も赴きながら自分の権威も高めていくということをしています。はい、こういうのも天皇だったらいけないんですよ。天皇だったらもうその限られたスペースでいけないのが、やめたらもう自由に旅もできると、まあ、ある程度制限されてたと思うけども自由に動けるようになるわけですよね。はい、さらに、お寺を作ります。法勝寺、でこれは勝という字がついた6つのお寺があるので、これを合わせて六勝寺というふうに言うんですが、まあ、こういったものを建てます。もうすごい高いね塔なんですけども、これね絵があるんですが、まあ、今はないです、けど当時有名な法勝寺というのを作りました。さらに4番目、治行国制、これねとても大事です。これ治行国の制度っていうのができたんですね。でいろいろ考えますよね、これ本当ね、これ治行国って何かっていうと、まあ、国というのはそもそも武蔵の国とか加賀の国とかそういったこう国があるわけですよね。まあ、武蔵の国、今で埼玉県とか加賀の国、石川県とかあるんですが、まあ、今の県と一緒ですよね。でそれが、まあ、ある種そのリーダーを国司と言い、中央から派遣していくんですが、人をね、その派遣する人は、まあ国の中枢で決めていく太政官会議とかでそういうところで決めていくんだと思うんですよ。まあ、上級貴族とかが話し合いで決めていくということですね。しかし、この派遣する国司を一人で決められたら
その人の力っていうのはすごく大きくなるじゃないですか。実はこの国司を決定する権限を得ていくのが知行国主という人なんですね。で、白河上皇は彼はいくつかの知行国主になり、好きな人を任命できるという権限を得ていくわけですね。これは実は荘園制でも言えることで、みんなの本当は土地なのに、本当はみんなの土地なのに特定の人がその地域の決定権を得られるっていうのはこの時代よくあることで、なんと国自体もそのリーダーを決めるのが特定の個人が決められるというふうになってくるわけですよね。だから平安時代が進めば進むにつれて、やっぱり国の共有財産が個人的に使われるようになっていくという、まあ、結構ひどい状態ですが、この権限を手に入れることによって白川上皇は力を持っていくわけですね。まあ、後にまた出てくる平清盛なんていうのも、後にね、平清盛率いる兵士はですね、全国の半分の知行国主になっていくと。だから全国の半分の土地のリーダーを決める権限を兵士を持つということですね。だこれはね、やっぱりすごいですよ。だから制度の問題、制度システムですね。別にお金を持ってなくてもいいんです、この場合は。お金を持ってなくても、あなたはどこどこの国のリーダーになりますって言える、言ったらみんなが信じるという雰囲気があれば、その人の権力は上がっていくし、みんなその人の言うことを聞こうとする、そういう雰囲気をね、醸し出すことができるわけですよね。すごいですね。知行国の制度っていうのを、まあ、当時作り、さらにこの国の神、ちょっとこう言い方変わるんですが、これは受領とか国司のことです。まあ、だから知行国制度の中の国司なので、国の神と全然言い方を変えてるんですが、この決定権があるわけですね。はい、だから制度の作りようによっては、何の財産もお金もない人間が、一気に権力を握ることができるとか、制度を作るっていうのはとても大事だなっていうふうに思いますね。まあ、結局でもこの制度をいろいろ作っていくと、個人の好き勝手にやっていくから、最終的には武力のある人間が権力を握るという世の中になっちゃうので、まあ、最終的に成功したかどうかはよく分かりませんが、この段階では白川上皇はかなり強い権限を手に入れます。ただ、その白川上皇もちょっと苦しいことがあってね、まあ、3つあるって言ってるんですよね。まあ、有名ですよね。鴨の川の水、すごろくの際、山法師というね。まあ、私の小さい頃には、中学校とかの先生からね、すごろくの際、鴨川の水っていうのは鴨川の水を逆流させること、すごろくの際っていうのはサイコロの目を自由に操ることで、山法師っていうのは僧の、お坊さんの兵隊をなんとかすること、まあ、この3つ以外は何でもできるよっていう、この自慢のような感じでね、聞いてましたね。はい。まあ、ただ実際には白川も、まあ、結構悩んでいた、苦しんでいたという見る見方もあるんじゃないかなと思いますね。鴨川の水っていうのは逆流させるんではなくて洪水であると、とても毎回氾濫を起こして大変だと。いうことで、もうこの治水をする、水をね、こう溢れさせないようにするとか、まあ、うまくコントロールするというのはとても難しかったと。で、それからすごろくの際っていうのは、まあ、サイコロの目っていうのもあるかもしれませんが、そもそもサイコロって何で使うかというと賭博ですね。なので、賭け事をやめさせようと。でもこれがなかなか、まあ、やめさせられない。で3つ目はやっぱり山法師ですね。で、山法師ってお坊さんって兵隊なのっていう感じですが、まあ有名な、武蔵坊弁慶っていうのをね、
源義経に従ってますが、あれお坊さんですよね。だけど槍とか持ってると。だからやっぱお坊さんの格好して兵隊っていうのはね、まあ普通なようですね、うん、まあ戦国時代とかもね、信長が苦しめられた一向宗っていうのはあれはお坊さんじゃないですか。なので基本的にお坊さんっていうのは自分たちの利権を守るために戦うんですね。でただ やっぱ厄介なのが、お坊さんは自分は戦うんだけど、相手は自分を殺すと天罰が下るよっていうふうに言えるっていうことですね。お坊さんと戦うのは結構大変なんですよ、当時の人も。で、それを知ってるから、これは俺たちの土地だっていうふうに言うときに、まあ反対運動を起こすんですね。僧兵は武器を持って、でさらに神木とか神よ、神木って木ですよ、神よってのはおみこしですが、まあ、こういったものは、まあ、神が宿っていたりするわけですね。で、興福寺とか延暦寺というのはこのお寺ですが、神社と、近くにある神社とこう連携を取って、で延暦寺とかもね、延暦寺のお坊さんたちがおみこしを担いで、その白川上皇とかに不満を言うわけですよ。で絶対に税は払わないとか、絶対にこの土地は渡さないとかつってわーってやるわけですね。でそれを武力で解決しようとするとこのおみこしが壊れたりとかするかもしれないと。ここに矢でも当たった日には絶対天罰が下るからねと、そういう圧力をかけながらやっていくという感じですね。でいやこれはでも本当にね、難しいと思いますね。で今だってそれは難しいじゃないですかね。やっぱりお墓というのは丁寧に扱わなきゃいけないなと思うわけじゃないですかね。そこら辺に転がっている石は蹴れるけど、やっぱり墓をドロップキックしろとかって言われたら、いやもうちょっとそれはできないというふうになりますよね。はい。だから当時の人もやっぱりこういう神木とか神葉を持ち出された時にはなかなか難しい、白川上皇でも厳しいと。でこの本の中でね書いてあった中で面白いなと思ったのは、そもそもそのあれですよね、こういった仏教の力を借りて、白川上皇とかは自分の権威を高めようとした、高野詣とか熊野詣とかしていた。しかも法勝寺とかもね、お寺を作ってとても出家もして仏教を大切にしようとしていた彼は、その仏教と、南都北嶺と言われる南都興福寺、北嶺延暦寺ですが、興福寺とか延暦寺の勢力によって苦しめられていくという感じですよね。まあ、どうなんですかね、飼い犬に手を噛まれる的な感覚を持っていたのかもしれませんが、やっぱり自分たちが大切にしていたものがそれによって力をつけて自分に歯向かっていくという感じですよね。まあ、これはちょっと悲しかったのかもしれませんが、これはもう手に負えないという感じですね。はい。まあちなみにその神与と言われる神輿に、矢を打ってね、命中させたという男がいますね。まあ、これは平清盛っていう男ですね。だから平清盛っていうのが後にこれ出てくるっていうのがこの平氏政権丸に次の回ですので、また次回説明したいと思います。今回は以上です。